はい、久しぶりの動画となります。今年もトマトを作っています。今年は中玉のトマトとミニトマトですね、両方作って、ゴールデンウィークの時に植えて結構大きくなってきました。トマトを入れている場所がそんなに広いスペースではないので、縦の長さが1メートル、横が80センチぐらいのちょっとしたスペースで作ってます。露地でそのままでいいというトマトを買いましたが、まあ、スペースがないので上に伸ばそうと思って、今日小屋みたいな感じですね、こういうものを作りました。使ったものは支柱が1,2,3,4,5,6,7本ですね、7本支柱を使って、支柱を止めてる部分はこんな感じで結束バンドを全部使っています。7本8本ですかね、こんな感じで上に上に伸びていけるように作りました。そしてこの上にかけてるビニールは、確かなんか大きいものを買った時にたまたま取っておいたビニール袋を雨よけという感じで使っています。あとあれですね、こんな感じで余った部分はテープで留めています。今日作りたてなのでどんな感じになるか分かりませんが、小さなスペースで雨にかからないようにしっかりとしたトマトを作りたいので、こんな感じで作ってみました。ではでは。